はい、マスオゲームズです。はい、今日はマインクラフトをやっていきたいと思います。今日はですね、この家を改造していきたいと思います。なんで廃校行かないんだよって思うかもしれないですけど、実はね、明日僕ね、友達と初マルチプレイをやるんですよ。だからその廃校はそのマルチプレイの時に行きたいなと思って、はい、思ってるんです。で、その友達がこのね、もしかしたらはマスオってワールドの、僕のワールドの中に入ってくるかもしれないんで、あんまりに汚いと失礼だなと思いまして、今日はね、やっぱり家をしっかり変えていきたいと思います。全部レンガにしていきたいと思いますよ。はい、ではやっていきまーす。できるか。今ね、ちなみにこんだけレンガある、レンガこれぐらいあるんですけど、足りるかなっていう状況なんですよね。まず外観からどんどんやっていきます。ではやっていきまーす。本当によし、もうコツコツね。はい、じゃーん、見てください。1階の部分の壁全部取りました。すごい裸みたいな家になってます。ガラスが浮いてるっていうね、これもまた新しいかもしれないですけど、ちょっとね、ここをはい、レンガでこう統一していきたいと思います。ではまたスタートですね。いきまーす。はい、ということで2時間近くやりました。いやー、大変だった。ではお見せしたいと思います。こちらが新マスオハウスです。うーわー、お、すでに道路が、じゃーん、なんか前の方がよくねなんか前の方がいい気がする、正直。じゃーん、ちょっとね、石レンガブロックでこういう風にちょっと道を作って家までこういう風にしました。レンガですよ。なんかカラフルな家になっちゃって変な感じです。では入っていきます。はい、床やっぱり普通の木にしました。でね、ここね、もううざったいぐらいに何かいろいろつけちゃったりして、まあ絵もちょっと変えたりとか、まあこういう感じですかね。じゃん、天井もついに張り替えました。本当は全部レンガが良かったですが、足りなかったためこうなってしまいました。こっちの部屋ももちろん、ほら。この部屋ちょっと良くないですか？この部屋はね、今の僕のお気に入りです。一番なんかうまくいってる気がする。で、こっちね。はい、こっちの天井もちろん変えましたし、はい、ここまで天井とか全部変わってます。この先はまだね、未開拓ってことでね、はい、こういうところありますし、やめときます。まだね、いいや、やんなくてみたいな。で、屋上に行くと、はい、こういう感じです。これって雷とかもし鳴って落ちたら燃えちゃうんですかね。ちょっとどうなるんだろうって正直心配です。いやー、でもなんかちょっと家っぽくなってきました。これ家ですよね、本当に。うん、やったやった、家になった。ここはまだちゃんとやってないですけど、じゃーん、エンチャントルーム。今30あるからね、こうやってやったらなんかすごいいいエンチャントできちゃいますよ。やったー。はーい、ということでこっちまで道路ももちろん続いてますけど、一応お見せしますね。はい、まあ、このね、ダンジョンというか、この洞窟までの道、こういう風にできてます。ここで一応ね、町をお別れってことのサインです。はーい、いやー、なんかちょっと町っぽくなってきた。はい、前回のね、リフォームよりもね、だいぶ雰囲気変わりましたよね。なんかさすがにこれならちょっと、あ、家だって感じしますね。と思うんですけど、いかがですか？ちょっとね、ここら辺センスないけど、まあいいやって思ってます。で、ちょっと街っぽくなってきたのに、誰もいないのはちょっとね、なんか寂しいんで、ちょっと贅沢な使い方ちょっとしちゃいます。鉄ブロック、1。おぉ、もったいね。2、3。よし。はい、こういう風にしてかぼちゃをここに乗せると、あれ、いきます。
おー来たー来たー、アイアンゴーレムさんがついに出陣ですね、これ。おう、おう、おう、嬉しい、一人じゃなくなったこの街。はい、ということで今日のマインクラフトは家改造、街改造していきました。次回はもしかしたら、マルチプレイしてるかもしれないです。廃校行ってみたいと思います。はい、マルチプレイの仕方がね、わからなくてちょっとやばいと思いますけど、ではやっていきたいと思います。ということでまた見てください。以上、マスオゲームズでした。バーイ。マスオゲームチャンネル作りました。こちらをクリック、もしくは動画説明欄のリンクからチャンネル登録よろしくお願いいたします。